はい、超、えー、懲役太郎です、えー。昨日ですね、リリちゃん、いただき女子リりちゃんの、えー、控訴審の判決が出ました、えー。8年6月、罰金が800万か。で、一審の、えー、休憩12年、13年から、えー、9年から半年曲がったわけですね。えー、交際の裁判長は女、女性です。ね。まあ、多少、これ、多少安くなったということは、 あの、未決通算で全部もらえるんで、まあ参入されますから、まあでも大きくは分からなかった。では本人泣いてたって言ってるけど、どっちの涙なのか、ああ少しでも言言されてよかったっていうことなのか、それとももっと分かると思っていたのかっていうことなんですが、そんなことだけだったら私これ喋ってないんですよ。別に大したことじゃないので。あの、私、これはね、ちょっとね、いろんな意味で、なんか、納得いかないっていうのは、 FNSN かあの、いわゆる、東海テレビかあの、単独取材って言ってて、母親が初めて出廷して、傍聴して、傍聴券、傍聴券取れ、あ、親っていうことで。 いけたのかいや、わかんないですけど、あの、膨張したっていうことで言ってきてる、この人の会話がなん、なんともおかしいんですよ。まあ、そういう人なら仕方がないですよ。何か精神的なこととかね、ご病気だったら申し訳ないですよ。あの、手錠つけられて出てきて、びっくりしちゃった。で、かわいそうなんでこのまま帰ろうって言って連れて帰りたいって。お前、バカじゃないのかいやー、 じゃあ、なぜ私がこれだけ怒ってるかっていうのは理由があるんですよ。これ交際なんですよ。だったら最初の一審から出てくるなり面会するとかしとけばいいんじゃないの手紙をやり取りしたぐらいか、ママが好きでって手紙を見たけど、いや、なぜ私がこれを言ってるのかって言ったら、一審の上場少年院で立ったのは、あの、編集者の草加信也なんです。私、協調、一緒に本出してます。仲間なんですね。 で、彼もリリちゃんと別にそんなに深い間柄じゃないんですよ。あのー、まあ、さ、あのー、何かコンテンツなり作品を作るっていうことで関わっていたから、そこで、まあ、彼女が草加さんに連絡取ってたから、あの、深い意味もなく上場承認でっていうことで、草加さんもま、こういうことだったらって OK したわけですで、結局、それって本来は、一心の上場承認って非常に大事で、 親、本当だったら親、両親、ね、父、母のどちらか、あるいは兄弟、親戚っていうのが一番いいんです。友人とかよりも。まあ、あるいは、えー、奥さん、恋人、内縁者っていうふうに順番になってきます。なんでそれほっといたのんで、 もう、何やってんの連れて帰れるとバカじゃないかって、本当に。そんな風だからこんな風になるんでしょっていう話。いや、彼女の育成状況が普通じゃなくて気の毒な面もあるっていうのは、それは親の責任でしょっていう。いや、だから、おかしい人なんだろうな。おかしい人だから言えるんだけど、そういう風だから、まあ、草賀信也氏も別にこれ、家中の火をくる、ひ 中のを拾っったなって、うん、で、まあちょっと、その当時、うわ、これ、あれなんだねっていう話になって、名古屋来てるんだねって話して、いや、また一回いろいろ話もって言って、話してないです。先だって、あの、会ってるんです、実は。 あのー、裏社会ジャーニーの撮影でね、その時もチラッと喋っただけで、うん。あのー、何も喋ってないです。いいことはないんですよ、彼にとって。で、それが、弁済するどうのこうのって言った、言ったところで、ちょっと変な風になっちゃって、撮るようにしてみたら、うん。そのコンテンツなり何々を売って弁済するっていうことが、いいように撮る人もいれば、そんなことを望んでないっていう人もいて、草が信也が悪いわけじゃないのに悪くなってるようなことになっちゃって、気の毒だなと思う。 ねえうん。そうなんですよ。そこに来てこれなんで、なんかなっていうふうに思いました。で、この事件っていうのは、あの本当に、ここだけ、これだけじゃないんですね。私も最初はリリちゃんが気の毒だなって思、思いました。両家があまりにももうちょっと、本当は5、6年ぐらいでもっていうぐらいになったんだけど、他に対する影響がでかすぎるって。 要するにマニュアルを作ったことが、それがいろんなところに影響して、で、それと同じように、私が関わっているところだと、被害者の人ね、うん、いいやつなんですよ。本当に、一生懸命、一生懸命、これ、やっていって、被害者をたくさんね、こう、自分が発信することによって、まあ、私のところも触りましたし、週刊誌とかも取り上げたり、テレビも取り上げてくれて、 あ、実はって言って、は、あの、被害者の人たちが多く出てきて、ね。それで、まあ、量刑に結びつくようになるんじゃないか。結果、これって何かって言ったらホストの問題なんですよね。もう、一時ホスト叩きみたいなことがあって言うのも、一中収まっちゃって、もう今更なんですよね。で、結局、今回のリリちゃんの件も原型になったポイントは被害弁済が進んでる。そうなんですよ。被害弁済してるんですよ。 ホストがね。このホストはなんでかって言ったら罪の意識が云々というよりも自分たちのところに火が回ってこないように、飛び火してこないようにっていうことでしょう。うん。ね。その金はそっち行ってるんだもん。ね。本人が贅沢して、あ好き勝手やってるなら私も、あの全部男に貢いだっていうのがもうやっぱり悲しい話ですよ。 まあ、リリちゃんもまともではないですよ。やっぱりそういう風になって。で、ね、いろんな手紙書いたり、どうこうやったり、泣いたり、あの、あれしたりっていう風うに話題になってますけど、やっぱり普通の子ではないですよ。どこから見ても。いや、だからって言って、じゃあ罪が免れるって言ってるわけじゃないです。もう大体こんなことをやってる人たちはみんなどっかおかしいです。はい。私が刑務所見てきてもほとんどおかしいですよ。みんな。何かしらの心や精神に何かある。うん。 話をしてても言動を聞いてても、その中でやっぱりほとんどが育成家庭に問題がある。まあ、再犯刑務所で両親揃ってるなんてほとんどいないですからね。ちゃんと両親が面会来てくれる身分帳っていうか引き受けのところに親、兄弟なりが全部名前が乗っけてるなんていう人はほとんどいないですよ。ねえ。うん で、今回、交際になって初めて見に来たってどういうことなんだろう忙しいとか、時間がないとか、そんなこと通らないですよ。自分の子供のことに関して。で、被害者の方に申し訳ないっていう言葉も一つもないんですよ。なんならあなたが未然に言切ってでも、たとえ1万円、2万円でも、ね、そういうことをしようということはないのかなと。ね。 子供がやったことに親が責任これ成人の取る必要はないのかもしれませんけど、違うのかなっていうふうに思ったのは私だけでしょうか。以上です。はい、超駅太郎です。この度、極道楽園、極パラ、ね、第4巻、あの、デジタルで発売します。ね、皆さん見てください。もうね、これ最終巻となっております。ね、世界各国のドラゴンボールやら、海賊をなったりするということでね、終わりを迎えるという違う、違う違う違う,違う。 まあ、ここから、この売り上げが良ければ、また復活するかもしれないということで、はい。皆様にね、愛されております。超役太郎、私のね、幼少の、幼少のっていう、なまあ、あの、私があったことも散りばめながら漫画になっております。はい。で、えー、そうなんですね。これ、まあ、あとですね、ここから続く物語をね、続けられるかどうかは、皆様のね、この、頑張り次第。 ね。私も頑張っております。もうこの超駅太郎ももう少しで50万人。ね。まだ登録していない方は登録していただいて、サブチャンネルももう少しで10万人。ね。もうこれも皆様、ほんと皆様あっての超駅太郎なので、よろしくお願いいたします。以上です。